マスコットキャラクターができました。以後よろしくお願いします。かっこいい生き物とか言うと毎回出てくるアルマジロトカゲ。今回はそんなアルマジロトカゲについて少し詳しくなってみましょう。アルマジロトカゲはアフリカを中心に生息している鎧トカゲっていう、名前の時点でもうすでにワクワクしてきちゃうようなトカゲの仲間で、鎧トカゲはアルマジロトカゲ以外にも熱帯鎧トカゲやラージスケール鎧トカゲだったり、40センチくらいになる大型種の大鎧トカゲ、個人的にはディフレッサワーレ鎧トカゲなんかも派手さとかっこよさ両方兼ね備えてていいですね。ちなみにこのトゲトゲ、刺さりはしないですが硬くしっかりしてるので、押し付けたりすると、靴の中に入った尖った石くらい痛いです。で、アルマジロトカゲにあって、鎧トカゲにない特徴だと、危険が迫ってもう逃げらんないってなると、尻尾を加えて丸くなります。そのため、アルマジロトカゲって名前がついたとされています。それと、このアルマジロトカゲや大鎧トカゲ、昔は熱帯鎧トカゲと同じ鎧トカゲ族にまとめられてたのですが、2011年頃に鎧トカゲの仲間ってもうちょっと細かく分けられるわってことで、分類が細分化されて、鎧トカゲ族からアルマジロトカゲはアルマジロトカゲ族、大鎧トカゲはスマオグ族っていうのになったのですが、そのアルマジロトカゲ族についた学名がウロボロス、中二病患者御用達のあのウロボロスから付けられてます。ついでに言うと、アルマジロトカゲの学名は、ウロボラスカタフラクタス。カタフラクタスってのはカタフラクト。古代ローマ帝国に存在した重装騎兵から付けられてます。ちなみに、ちょろっと出てきた大鎧トカゲの学名はスマウグミガンテウスですが、スマウグは、指輪物語の著者のトールキンの書いたホビットの冒険に出てくる、ドラゴンのスマウグから付けられていて、英名はジャイアントガードレドリザードの他に、サンゲイザー、太陽を見つめるものという、かっこよすぎて座りしょんべん漏らしてバカになっちゃいそうな名前が付けられてます。そんなアルマジロトカゲが住んでるのは、南アフリカ共和国だけで、そこにしかいないっていういわゆる固有種ってやつです。その中でも、西側の方に生息していて、岩が露出しているような乾燥地帯にいて、丸まった防御体制は有名ですが、逃げ込めるなら岩の隙間など狭いところに逃げ込みます。鎧トカゲは硬くがっちりとしてそうですが、鱗は硬いけど体自体は柔らかいというか柔軟性があり、ペショッと薄平べったくなることもできて、狭い隙間に入り込みやすくなっていたり、このトゲトゲも武器として使用っていうよりは、隙間から引っかき出そうとするとチクチクして痛かったり壁に引っかかったりで取り出しにくくする効果もあるみたいです。また、生活スタイルは単独でバラバラといろんなところにいるという感じではなく、そんなに長距離も移動しないので、ある程度まとまって暮らしているそうです。体長は20センチほどでその半分くらいは尻尾と、鎧トカゲの中では小型な方ですが、体型は少しずんぐりむっくりでポテッとしてて、なかなか可愛いです。食べているのはシロアリなんかが中心とされてますが、昆虫などの小型の無脊椎動物を好んで食べていて、植物なんかも食べたとも言われてますが、ごくごく少量なのか必須という感じでもなく、昆虫食べて水飲んどけば難なく生きてられるみたいです。また、鎧トカゲの仲間は、胎生で直接子供を産むっていうのがあったりと、なかなか面白い特徴があったりして、アルマジロトカゲも、1回に1匹から2匹ほどですが、直接子供を産みます。でまあこんな見た目ですから、そりゃやっぱり人気もあって、Google なんかで検索すると、飼えるの？お値段は？だとか書いてる割に情報が古すぎたり間違ってたりで、作ってるやつ全員の冷蔵庫明日壊れろって思いたくなるようなサイトがわんさか出てくるわけですが、読んでみると、絶滅危惧種だから高いなんてよく言われてます。まあ実際高いですし、日本のペットショップでもアメリカとかヨーロッパなどの海外のペットショップでも、日本の景気もこのくらい上向きだったらいいのにってくらい相場は年々上昇していますし、絶滅危惧種かどうかっていうと、ワシントン条約で保護されてる生き物だったりします。そう聞くと、じゃあめちゃくちゃ数が少なくて貴重なんだね。とか、絶滅危惧種とかワシントン条約で保護されてるのなんて飼っていいの？とか思ってしまいそうですが、まあ貴重は貴重だし、別に大きくは間違っちゃいないんですが、
ついでなんで絶滅危惧種って何なのかってのも含めて、このあたりをもう少し詳しく説明してみましょう。まず、絶滅危惧種っていうのは何かっていうと、言葉の意味としては絶滅する可能性がある生物という感じですが、じゃあその絶滅危惧種とかって何を思ってそう言ってるかっていうと、IUCN 国際自然保護連合っていうところが、レッドリストというのを作っていて、生息状況などどのくらいヤバいかってのを評価しています。これに載ってる以上絶滅の心配がないわけではないですが、この評価の VU から CR あたりを一般的には絶滅危惧種と言ってるわけです。一応 IUCN 以外にも、日本だったら環境省が独自に日本の生き物を評価するレッドリストを作っていたり、各都道府県ごとのレッドリストなんてものもまたあったり、他の国でも似たようなものはあったりしますが、日本のだったら評価基準は IUCN のものを参考にしていたりしますし、評価内容も多少のブレはあれど大きく違いが出ることも少なかったりするので、〇〇は絶滅危惧種とされているとかいうのは、IUCN のレッドリストを元に言ってることが多いわけです。で、じゃあその IUCN とやらは、何をもって絶滅危惧種かどうか決めてるのかっていうと、単純に現在数が多いとか少ないとかもありますが、開発などでどんどん生息地がなくなっているから、生息地で病気や外来の生物が蔓延してるからなど、現在の状況だけでなく、現状から見た将来的な予測も含めて、いくつかある評価基準で絶滅のリスクを判定しています。じゃあ話を戻して、アルマジロトカゲはどうなのよって言うと、この動画が投稿された2023年9月時点では、VU 以上のいわゆる絶滅危惧種じゃなくて、その一歩手前の NT、準絶滅危惧種扱いで、2018年とかのデータを見ると、さらにその下の低懸念っていうカテゴリーにいます。90年代とかだと VU だったりもしたんですけどね。アルマジロトカゲはそれなりに希少ではあるものの、生息数で言うと固有種とはいえ生息範囲が結構広くて、数の推移の詳細は不明で、昔の資料なんかだと乱獲によって数を減らしているなんて話もあったりしますが、IUCN の評価では、現状の保護内容を考えると、とりあえず極端に少ないわけでも、極端に減ってるわけでもなく、それなりの数はいるのではないかなって感じの評価を受けています。ただ、IUCN の評価基準には、実際もしくは想定される捕獲採取のレベル、というのがあって、世界各国で人気が高く需要もあり、集団生活をしていて、それほど長距離を移動するわけでもないというアルマジロトカゲの生態を考えると、もし好き勝手しちゃうと、集団でごっそり持ってかれる上に、そのエリアにまた新たな集団が現れて増えるということも少ないだろうから、一気に減る可能性は高いということで、警告と予防的な意味も含めて、準絶滅危惧種とされているわけです。でまあ、アルマジロトカゲは準絶滅危惧種という風に扱われてるわけですが、実はこれだけだと、ただ言ってるだけで、一般的な倫理観で言えば、絶滅危惧種なら保護した方がいいよね、という風にはなるでしょうが、この IUCN の評価はあくまでも評価ですので、絶滅危惧種だからと評価しても、特に何か制限するという効果はなくて、そのためには、別で法律などが必要なわけです。では、こういった生き物を守る法律はっていうと、アルマジロトカゲも対象になるワシントン条約が一番有名でしょうかね。ただこれもよく勘違いされるんですが、ワシントン条約で保護されてるってなると、売るのもダメ、買うのもダメ、捕獲もダメ、もちろん飼うのもダメ、みたいに思われがちですが、ワシントン条約って国をまたいでの取引を規制するものであって、捕獲や飼育について制限するものではなく、国内での取引も管轄外です。また、ワシントン条約も、段階というか区分があって、商業的な取引は保護できないっていうのから、まあやってもいいっすよというのがあるのと、仮に、一番厳しいサイテス1っていうのであっても、さっきも言ったようにワシントン条約は国際間の取引を規制するものなので、国内間での取引は商業目的であってもワシントン条約には引っかかりません。それだと、じゃあ国内ならやりたい放題じゃんと思っちゃいそうですが、あくまでもワシントン条約には引っかからないだけで、日本の場合だと種の保存法ってのがあります。この法律は、簡単に言ってしまうと、国内外の希少な動物を守りましょうというもので、
国内の動物と海外の動物で扱いは変わってきますが、海外の動物だと金銭のやり取りに関わらず取引は全て禁止で、対象となるのはワシントン条約のサイテス1のものと渡り鳥等保護条約に関わってる種。ただしサイテス1のものであっても施行以前に日本に来たものだったり、そういったものが国内で繁殖したものだったりすれば、ちゃんと申請して正しい手順を踏めば商業目的の取引は可能となってます。それでもたまに骨董品とかフリマとかで申請しないで売っちゃって捕まったりする人がいるんですけどね。で、アルマジロトカゲはワシントン条約ではサイテス2というものになっていて、つまり輸出する国の許可があれば国をまたいでの商業目的の取引は可能で、種の保存法の対象外の動物です。それに加えてこの輸出する国の許可ってのがポイントで、アルマジロトカゲは南アフリカの保護動物に指定されているので、南アフリカさんが許可を出さないことで野生個体を保護しているというわけです。そしてアメリカとかヨーロッパとか日本とかで繁殖させている人たちがいるので、そういったものに関しては海外のだったら申請とかちゃんとやることやっていれば問題なく、絶滅危惧種だしワシントン条約で保護されてるから飼っちゃダメなんだとは法律上ではならないわけです。まあちゃんと正規の手続きをすれば問題ないんですが、世の中悪いこと考えるやつはなかなかいなくならないもので、密輸自体はゼロではなく、そういった意味でも準絶滅危惧種っていう評価で警告せざるを得ないっていう状況だったりします。こういった動物の飼育に関しての是非って法律的に問題なきゃ何でもいいかって言われたら、福本信行作品ばりにぐんやりしそうな、なかなか難しい話ですが、個人的にはダメとか大丈夫っていうのがこういう理由でってきちんと分かってるのは、否定するにも肯定するにも折り合いをつけるにも考える上で大事なんじゃないかなと思います。前回チンコだの金玉だの言ってたやつが何言ってんすかね。じゃあねー。